タンポポのユニットを作って春の壁面を飾りましょう。ユニットの元になる花とつぼみと葉を作っておきます。茎は黄緑色の画用紙を 7-8mm の幅に切って使います。切るのはカッターナイフでもハサミでもどちらでも構いません。少し歪みが出る方が面白いです。茶色の四つ切り画用紙で地面を作ります。4つに折ったら周りを丸く切り落とします。その上に葉っぱや花、つぼみをバランスを考えて置いていきます。位置が決まったらまず葉っぱだけを貼っていきます。剥がれないように液体のりかボンドを使って貼ってください。開いた花を貼るときには先に茎を貼り、その上から花を貼ります。そして根元の部分を貼り付け、余分な茎を切り取ります。つぼみは余分なワイヤーを切り取り、水のりかボンドをたっぷりとつけて貼り付けます。そしてつぼみの付け根から根元に向かって茎を貼り付けます。残りの花やつぼみも同じようにして貼り付けます。最後に短めの葉っぱを手前に貼って根元を隠せば、タンポポのユニットの出来上がりです。こんなユニットをたくさん作っておきましょう。これを並べて壁面に飾っていきます。蝶々などと組み合わせると可愛いですね。並べ方を変えたり、他の飾りと組み合わせたりしてお楽しみください。